はい、こんにちは。こんにちは。スカイドラインスタッフの三好です。安藤です。今回は、最近よく聞かれる、質問があるんですけど、この普通のスケートボードとロングスケートボード、いわゆるローンスケですね、どんな感じで違うのっていうのが実際、店頭に立っててお客さんによく聞かれることが多いので、簡単になんですけれども、この違いっていうのを、説明していきたいと思います。まずはですね、こちら、スケートボード、これが普通の、スケートボードなんですけど、大体皆さんが、スケートボードって聞いて連想するのはこっちの形かなと思うんですけど、スケートパークでオーリーとかボックスで遊んでみたりとか、うちにもあるんですけど、ランプでね、こうやって遊んでみたりとか、ボールだったりっていう、本当にトリックだったりっていう、本当に遊びの幅がかなり広くて、もう多分ハマる人はもうこれだけで一生ハマっちゃうような、もうこれが年がら年中やっちゃう人も全然いるぐらい、すごいスポーツというかね、そうですね、カルチャーなんですけど、これどちらかというとイメージ的にはスノーボードのオフトレというよりかは、またちょっと違う趣味というか、通ずるとこはもちろんあると思うんですけども、そのオフシーズンの間にできる違う趣味っていう感じで捉えた方が、正確かなっていうふうに、そうですね、思います。こちらが以上スケートボードでした。はい、はい、ではこれはロングスケートの説明になります。ロングスケートは、これね、スケートボードとちょっと違うところがタイヤの、この位置も全然幅がね広いというか、で安定感もあってタイヤの硬さも結構種類があります。で柔らかいもの硬いものあるんですけど、最初もこの僕のやつアーバーのスケートボードとかはもうタイヤが柔らかくて、タイヤの大きさも結構大きいです。で大きいと、遠心力でね、スピードも出ますし、柔らかさでね、乗り味的にはこっちよりもスムーズで、スノーボードのね感覚にとても似てると、僕は思います。でこれはターンの練習だったりとか、そうですね、僕の滑り見てもらえば分かると思うんですけど、YouTube でね結構載ってると思うんですけど、やっぱり乗り味とかが、全然変わります。スノーボードの板の乗る感触が、でエッジで噛む瞬間だったりとかも、これでオフトレとかすると、全然乗り味が変わります。そうですね、スノーボードとね似たとこたくさんあるんで、スノーボードのオフトレをしたいっていう方はこちらから始めても全然、いいと思います。で滑りターンとかもね綺麗に滑りたいっていうことで僕はこれ乗り始めたんで、もし、同じような、ね、悩みを抱えてる方とかはロングスケートから始めても全然いいと思います。実際安藤さんもそうですけどね、うちの常連のお客さんとかも去年の夏、一夏安藤さんと一緒なんですけど、一緒にそのローンスケ夜な夜な、練習して、今年それで 冬山に行ってみるとね、実際やっぱ僕が見ても全然その滑りがのフォームだったりっていうのが本当に綺麗で、この効果はめちゃくちゃあるかなっていうふうには思います、これもねショートターンだったりロングターンだったりいろんな練習ができるんで、ぜひ練習方法もねお店に来て聞いてもらえば、買ってまだ練習場所とか練習方法わからないっていう方はお店にぜひ来て練習方法とかも聞いてもらえば、いろいろアドバイスができるかなと思います。一緒に上手くなってなれたらねって思うんですけど、どうでしょうかということで、今非常に本当に簡単なんですけれども、このスケートボードとローンスケの違いを、説明させていただきました、この動画を見て、少しでも気になった方は、近くのスケートボードショップだったりスノーボードショップだったり、長野近辺の方はね、ぜひこのスライドレインの方に足を運んできていただければ、本当に話をちょっと聞くだけでもっていう感じでも全然いいので、ぜひ僕たちと絡んでください。イベントとかも結構ねこれからたくさん組もうと思ってますんで、インスタとかね SNS とかでチェックしてもらって、また予定合う時に僕たちと一緒に滑りに行けたら、いろんな練習方法だったりとかもね一緒にできると思うんで、同じ悩み抱えてるねお客さんとかともお話しして、そういうところもね解消して、一緒にねスノーボード上手くなったり、楽しく滑るっていうこともね、皆さんに遊び場所とかも提供できると思うんで、またお店に来てもらえば嬉しいです。はい、じゃあまた皆さんぜひお店に足を運んでみてください。お願いします。ありがとうございます。